さんこんにちは。今回も草加先生の奥様のお手料理、お手製のお料理をご紹介いたします。とっても美味しそうですね。本日はですね、レンコンもちわん、レンコンもちわんですね、そちらとひじきの白和え、そしてみょうがのおひたし、マグロのお刺身になりますね。レンコンもちわんとっても美味しそうですね。ちょっとレンコンもちわんいただきますね。またすごく綺麗に作られてるんですね。お麩が飾られていますね。そして三つ葉で、手前に、きのこですね。レンコンもちはどんなお味でしょうか。いただきます。両手でお椀持ちましたら、左手でしっかりと持ちまして、右手お箸を上から取って、箸先を避けて真ん中あたりお箸、左手の中指取りますね。右手上から下に滑らせて、そして最初は具を押さえながらお汁をいただきますよ。いただきます。とろりとして美味しそう。いいお味ですね。カツオの風味がふーっとこう鼻に抜けて、とっても美味しいですね。ちょっとですね、具もいただいてみたいと思いますね。柔らかいですね。レンコンもちわんというお名前ですので、レンコンがですね、すって、そして固められておりますよ。小判のように焼いて、そしてからその上でお椀の中に収められていますね。いただきます。レンコンはすると甘いんですね。レンコンの優しい甘みが口いっぱいに広がりまして、とっても美味しいですね。レンコンだけのお味です。レンコンだけでこんなに美味しいんだと思ってびっくりしました。中にはみじん切りにしてあるレンコンと、そしてすられているレンコンの2種類が入っておりまして、レンコンだけでしっかりとしたお味になってますね。はい、それではですね、ひじきの白和えいただきます。それからですね、小皿は手のひらに乗るものでしたら持ち上げていただきますね。で、手のひらになりますね、なりますので、両手で持ちまして、左手のひらの上、お箸上から持ちましたら、真ん中、左手の中指で押さえまして、右手上から下に滑らせて、そして手前からいただきまして、ひじきの白和え、私ですね、先生の奥様のお料理をいただくようになりましたから、ひじき白和えにするんだと思って初めて知りましたね。とっても美味しいんですね。優しいお味です。いただきます。滑らかな白和えです。そしてプチプチとごまが散らされておりますね。ごまはこれは切りごまのようですね。切りごまとすりごまの2種類が入っていて、とても優しい甘みです。美味しいです。はい、それでは小鉢は両手で取って、また毎日。それではですね、みょうがもいただきましょう。みょうがのおひたし。みょうがをおひたしにするんですね。私初めてですね。綺麗な色ですよ。とっても綺麗。先生の奥様はですね、みょうがの使い方がとっても上手なんですね。みょうが美味しいですよね。日本のね、ハーブって言われますけれども。美味しそう。いただきます。爽やかですね。そしてマグロ、そしてマグロのお刺身ですね。手前には菊のおひたしがありますよ。きれいに、菊もですね、菊のおひたしとわさびもきれいに盛り付けられておりますね。そして手前にわかめもございます。ではちょっといただいてみましょう。